クラウスイコールマファイ ML-4000 系ディーゼル機関車 ML-4000 は1961年から1969年の間にドイツのクラウスイコールマファイが製造した6同軸の液体式ディーゼル機関車である21両が北アメリカに16両が南アメリカに納入された電気式ディーゼル機関車が圧倒的多数である北米 南米において液体式の大型機は得意な存在である。車軸配置は CC マイバッハ製の V 型16気筒ディーゼルエンジン、排気量約 86,066cc、直径185工程 200mm とホイトの液体変速機を2組搭載し、出力は4000馬力であった。百五十九年 GM エンドがユニオンパシフィック鉄道、 アップのために給料の GP9 を改造し、ターボチャージャーを搭載して2000馬力とした車両を製造した。これは量産先行試作車というべきものであり、GP20、SD24 として結実した。アップと競合するサザンパシフィック鉄道 SP は、こうした大出力機関車の保有という点において、アップに出し抜かれた格好となった。 1950年代後半には、ディーゼル機関車の技術は一つの限界に達しており、SP の事業拡大もまた急がれていた。貨物列車はより長大に、そして編成全体の重量が大きくなり、SP は長距離を走る貨物列車に対して、時には重量もの機関車を連結せねばならなかった。SP の主力機関車は、エンドのカイ7と GP9 であった。 2400馬力1 8 0 0ットのフェアバンクスモースのトレインマスターこと H-24 から66も14両保有していたが SP は貨物列車検引用途には向かないと判断しておりサンフランシスコベエリアの通勤輸送に使用していた綿密な調査の後 SP は液体式ディーゼル機関車を試験的に導入することを決定したその機関車は ドイツのクラウスイコールマファイから4000馬力3 0 0 0ットのものを3両購入することとた。機関車は船でドイツより運ばれ1961年後半にテキサス州ヒューストンに陸揚げされた。その機関車が ML-4000 であった。デンバーリオグランでウェスタン鉄道 D&RGW も3両を導入したが、山岳路線には不向きということがわかり、 早々に SP に売却された。到着すると同時にカリフォルニア州ローズビルの工場では専用の修繕船が設けられた。これら最初の発注分はキャブユニットとして製造された。試験運用が終了した後、SP は改めて15両を発注した。これらは1964年に納車された。この後期型は同じエンジンと変速機ながら外観は大きく異なり、 フードユニットとして製造され、台車はアメリカンロコモティブのものが使用された。SP は ML-4000 を営業に投入したが、シエラネバダ産無役声のルートで使用するには適していないことが分かった。そのため、カリフォルニア州の平坦地での運用に限定した。字には F シリーズや GPQ と従連での運転もなされた。機関車の信頼性はかなり高く、 故障は一度しか記録されていない。2回目の発注時に SP はアメリカンロコモティブに液体式ディーゼル機関車 DH643 を3両発注した。アメリカのディーゼル機関車技術は1960年代後半になると世界の先端水準まで追いついてきた。電気式ディーゼル機関車が圧倒的になると 液体式ディーゼル機関車はいかに便利であろうとも、持て余されるようになった。SP をはじめとする、鉄道会社は引き続き強大な出力の機関車を、欲したが、アメリカの車両製造会社は1機のエンジンの機関車で、それに応えた ML、ML-4000 は2機である。1960年代後半には、SP は、GM エンドに SD40 や SD45、 ゼネラルエレクトリックに U33C を発注した。1967年、キャブユニットタイプの初期 ML-4000 型は、同年9月以降、順次使用終了となり、フードユニットの二次型もそれに続いた。太平洋機関車連盟、プラ、後のナイルスキャニオン鉄道は、キャブユニットの ML-4000 型が牽引する。 鉄道ファン向けの鉄道旅行の企画を SP に打診した。しかしながら、キャブユニットはすでに使用されていなかったため、同年春、フードユニットの9120号が FP7 と共に使用された。これが、ML-4000 が旅客列車を牽引した唯一の機械となった。1868年2月13日、SP は、 液体式ディーゼル機関車の使用をすべて取りやめることを発表した。同年末までに全車両が運用から外された。アルコの3両は少し程度が良かったので、1973年まで使用された。1968年末までに ML-4000 は1両の除いて、全車サクラメントでスクラップとなった。解体されなかった1両。 ロードナンバー9015-9113号は、翌年にかけてカメラカーに改造され、SPMW-SP SP の保線用車両の報告記号の1号となった。SP の管理システムは、ロードナンバーを4桁で管理していたため、さらに、SPMW-1166 号に改版された。1969年6月、さらに、SP8799 号となった。 この車両の目的は運転士の教習に使用する機関車のシミュレーター用の映像を撮影することであった。外観は大きく変更され、ショートフードを自己対策として重くて厚い鉄板でできた角張り箱のような形状のものとし、車端部まで延長した。その中にカメラが収められた。内部は運転室側の変速機が一組撤去され、空いたスペースには カメラ用の発電セットが搭載された。その燃料は、機関車の本来の燃料タンクから供給された。二組のエンジンと一組の変速機は残されたが、使用できない状態とされ、単なるウェイトとしての役割を与えられた。運転室内の制御機器は残され、このカメラカーを、後部から押す機関車を制御するに使用された。 カメラカーは南カリフォルニアのエストコルトン操車場を拠点として、いろいろな列車の先頭に連結されたが、そのほとんどは専用の列車として設定された。1984年、使用が停止された。ブラジルでは、リオードセ参加のビトリアミナス鉄道、エストラーダデフェロビトリアミナス、略称、エフムが1966年から1969年にかけてメーターゲージ。 機関 1000mm 仕様の ML-400 を発注した。当時において、メーターゲージでは、最大の出力を持つ機関車であった。空転しやすいという問題があったが、1980年代に、エンドの DDM-45 が導入されるまで使用された。カメラカーは1986年に、サクラメントのに寄贈された。博物館は、カメラカーのレストアを計画し、 カメラカータル、前頭部のショートフード部を撤去して、原型と同じものと置き換えようとしたが、まだ実施されていない。今後、車両番号の9000への復元、将来的には2機のマイバフ派製エンジンの胴体整備を予定している。この車両は、プラに売却されるまで、他の車両と共に屋外に放置されており、2008年の夏、ユニオンパシフィック鉄道、アップが、 カリフォルニア州、スノールのナイルズキャニオン鉄道 NCR との交点に移動した。んクライは、さらに、ブライトサイド操車場に移動した。現在、レストアは、プラのボランティアによって試行中である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。